県立奈良高校の創立100周年記念事業の一環として新たな中庭が整備され、今日完成披露会が開かれました。こちらが新しく整備された流儀の庭です。奈良高校は2022年に法蓮校舎から現在の校舎に移転されましたが、旧校舎の中庭は仏教の僧侶が学ぶ儀式にちなみ流儀の庭として親しまれていました。今回創立100周年の記念事業の一環として、卒業生の一人である一級建築士の伊庭秀則さんらが中心となり、現在の校舎に新しく整備されました。学生たちがいろんな活動したり、昼にランチ食べたりとか、そういう使われている状況を見ると設計者として嬉しく思います。一角には旧校舎から移築されたプラトンとアリストテレスの像も佇みます。今日はダンス部や書道部のパフォーマンスも行われ、披露会に花を添えました。奈良高校では今後地域の交流の場としても活用できればとしています。